パスって早いな、本当に。で、気がつくと時が経ってて、閣議決定の当日になって、で、国葬を見ながら決めて、で、情けない国会議員の人たちが閣議決定したからあとはよろしくってうやうやしくいただいて、そして気がついたらこうなってたじゃ済まないんですよ。そう、アメリカの政治体制にくっつくんじゃねえんだよ。ねえ、報道機関の皆さん、ねえ、ニュース待ちでその中に詰めてんでしょ。よく聞いてください。ねえ、よく聞いてください。ドローンドローン言ってないで、よく聞いてください。ねえ、あとツイキャスの向こう側の皆さん、ねえ、今本当に1分1秒惜しい時期ですよ皆さん。誰かがどうにかしてくれないことが分かって声を上げ始めたんじゃないですか。そうだよ。そのうちどうにかならないって分かったからが行動し始めたんじゃないですか。そうだよ。今がその時ですよ。そうだ。今がその時ですよ。時が過ぎゆくままにじゃダメですよ。そして決まっちまったからしょうがないじゃダメですよ。そうだ。決まっちまうんじゃないんだよ。決まるんじゃないんだよ。そうだ。自然にどうにかなるわけじゃないんだよ。そうだ。麦が実ったり米が実ったりとわけが違うんだよ。誰かが明らかな悪意を持って決めるんだよ。悪意を決まってしまうのはやだ。しかもそれを我々は知ってるんだよ。そうだ。誰がそうしようとしてるのか、何がされようとしてるのか。そうだ。我々が取るべき道は何だよ。上げるべき声は何だよ。そうだ。まずは私からでしょ。あなたはどうですか。俺は嫌です。俺は嫌だから嫌だって言ってます。俺はこれから嫌だって言いに行きますけど、どうですか。私の呼びかけはそれ以上の意味も持たないし、それ以下の意味も持ちません。同じように嫌だ、そういう人がいるだけです。皆さんはどうですか。そして報道機関の皆さん、ねえ、先の対戦時みたいに同じ記事しか書けない。同じ記事しか書けない。そんなもんが名前だけ違ってずらっと並んでて、誰がそんなもん買うんだよ。ただでさえ新聞の売り上げ落ちてるでしょ。目覚ましましょうよ本当に。そして安倍晋三、ねえ、頭の悪いあなただってわかるでしょ。私より年上なんだから。あなたが歩こうとしてる道は、ねえ、2番センチ3番センチもいいとこだよ。一度通って懲りた道だろうが。そうだ。通ろうとするなよ。ねえ、一度通ってそこに穴があって落ちた、もう一回通りました、落ちましたじゃ済まねえんだよ。あんたが落ちるんじゃないんだよ。この日本列島ごと落ちて、そして戦争なんかになったら、そしてこの国はもうすでに武器を売る国でもある。多くの人巻き添えにして穴に落ちるんだよ。一度落ちた穴にもう一度落ちるんだよ。そして国会議員、あんたたちは奴隷か召使いか。三権分立だろ。行政の奴隷になってる。情けない自分たちの姿をよく見ろ。目を覚ませ。しぶれひこーん。安倍晋三は勝手に決めるな。
それでは皆さん、あのボンクラにボンボクラッとしていただくために、ボンクラボンボクラッとで三本締めしようじゃないですか。ボンクラボンボクラッ、本当に徹底的に拒絶しましょう。徹底的に拒否しましょう。徹底的に拒否の意思表示をしましょう。終わりです。ありがとうございました。